よし、こんなことやってると先やばいよな。行こう行こう。お疲れ様です、パパ先生だです。本日、仕事終わってからですね、ツイッターの方を、チェックしたんですけれども、フォロワーさんの、とりあえず S さん、はい、S さんとお呼びいたします。 S さんの方から、ダイレクトメールいただきまして、どうやら新しいGN が中国の、生産を行っている豪爵でいいんですか、豪爵の方から、発表されているということでリンクを送っていただきました。ありがとうございます。個人的にとっても興味がありました。というのは、GN125 の H が生産中止になりましたので販売が終わりますというようなツイートを、やはり目にしまして、ツイッターだったかなって目にしまして、ソックスさんでいいんですかね、さんとかつけない方がいいのかね、ソックスでの販売が終了するよというのを見て、ちょっと心配してたんですよね。やっぱりパーツが手に入らなくなるんじゃないかなとか、つい去年、一昨年かも、一昨年なのか、まだ買って1年ちょっと、なもんですから、僕の GN125 は、パーツとかがなくなったらやだなと、生産中止になったらやだなと、いうふうに思って心配をしてました。で、あちこち、調べてみたところ、どうやら、まあ、ガテマラ、グアテマラとか、南米の方ではまだまだ元気に、売ってるぞと。それから、最近、ツイートしましたけど、YouTube の方に2019年モデルがあるよと、2019年モデルが、出てますと。しかもドルの値段付きで出てたんですね。どこの国の値段なのか、ちょっとアメリカドルなのかオーストラリアドルなのか、はたまたっていうんで、ちょっとどこの国かわかんないんですけど、アメリカかオーストラリアかどっちかじゃないかなと、ちょっと思ってるんですが、まあ確認もしようもないということで、S さんとちょっと会話になったんですね。で調べてくださいまして、どうやら GN125 の 3F、 それから、GN125 の3というのが出ているぞと。で、スズキのブランドとしてではなくて、中国の豪爵のブランドの方で発表されてると。で、調べてみたんです、僕も。というか、見に行ったんです、ホームページをね。そしたら、確かに、ニューっていうスタンプがバーンと、こう、貼った状態で、確かにスズキ扱いではなくて、豪爵扱いで、GN125 の 3F、 それから GN125 の3っていうのが、 F がついてないんですね。ただ3っていうのが、ありました。で、まあどうなんだろうと。明らかにこれはスズキの GN125H とか、現在も、手に入る125の 2F ですか、 GN125 の 2F から派生した、もしくはまあそのまんまのものを、単にスズキっていうブランドを使わずに売ろうとしてるんではないかなと、ちょっと気になりまして、スペックその他、調べました。S さん本当に情報提供ありがとうございます。興味ある方いるんじゃないかなということで、動画にさせていただきました。みんなとシェアしようと思います。それではまずは、GN125H、 僕が乗ってる、生産が終わるっていうふうに、まあ
噂なんですかね、これ公式な発表なのかちょっと分かんないですというのは、生産を行っているこの豪尺さん、3はやめましょう、豪尺の方でですね、GN125H という、製品はないんですね。ないんです。未だにアイルランド、私が住んでるアイルランドの、スズキの公式ホームページには載っております。販売も継続されているようです。ただバイク屋さんによっては消えたかなっていう気もします。ちょっとわかんないです。たまたま売ってないだけなのかどうか、まあ、実際にねお店まで行って聞いてくればいいんですけど、すいません、そこまではちょっと、時間がなくてすいません。まだ一応公式ページにも載ってるし売ってるよということになってます。でスペックなんですが、もうざーっとまず読んじゃいます。この値は、スズキの、アイルランドのページおよび、スズキニュージーランドの、値です。日本のスペックってよくわかんないんですけど、 H ってわざわざ書いてないんですよね。なので本当に H なのかちょっとわかんなかったので、はっきりと H と書いてあるやつを、読み調べました。で読み上げようと思います。で12馬力って書いてあるところがすごくホームページによって多いんですけど、これはひょっとしてユーロ4排ガス規制の前の値なんではないかなと、ちょっと思ってます。というのは、馬力の表記がやっぱりちょっと違うんですね。ニュージーランドのやつなんかは、アイルランドのやつは、未だに12馬力って、ボリキって何よ、馬力って書いてあるんですけど、これもちょっと前打つ場、はっきり言ってアイルランドスズキのホームページはいい加減です。めちゃくちゃいい加減です。稲妻っていうバイクがあるんですけど、GW250 だったかな。はっきりと公式ホームページに稲妻じゃなくて犬妻って書いてありました。犬のお嫁さんになっちゃうんでね、やめていただきたいということで、僕は連絡をいたしまして、すぐに稲妻に変えられたかと思いきや、リンクはいまだに犬妻.html みたいになってるっていう、はっきり言って信用がならないんで、ニュージーランドの方の値を、エンジンの馬力なんかは、やってます。全長が、1m94cm 5mm、1945mm、高さが 1110mm、 全幅幅ですね 815mm で、これ全幅実は他の 2F、3F、それから 3、今回出たやつらも含めて一番大きいです。一番大きいです。ホイールベースが、1280mm、 2F よりは長くて、3F とか3、今回出たやつよりはどうやら 5mm、短いみたいですね。ちょうど中間です。重量は 107kg、他のやつらに比べて一番軽く、なっております。最低地上高が 175mm、こちらは逆に一番高くなってますね。走行する可能性は、一番低いんではないかと。でシート高、73cm、 5mm、 735mm で、これは 2F と一緒です。ただ 3F と3の方は 740mm というふうに 5mm 高くなってます。見ていただいたら、分かる通りですね、重くなってますね。今度の 3F と3は 9kgH からだと重くなってて、 2F からだと 6kg も重くなってます。ホイールベースも長くなってるし、幅はまあ中間どこですけど、何が違うのかちょっと分かりませんが、重くなってるようです。で次が燃料タンクの容量ですね。スズキのニュージーランドの値ですけれども、125H の場合には 10.3リットル、 2F は9リットルの、3F と3はなんとさらに減ってしまって 8.5 リットルっていう、表示になってますね。これ多分後で話すやつとちょっと関係があると思うんですけど、エンジンはクーレーフォーストの、4ストの SOHC の単気筒で、おそらく全部一緒だと思います。
3F と3の方は中国語で書いてあったのでちょっとクールエフォースと、短気筒としか分かんなかったです。 SOHC かどうかちょっと分かんなかったけど、まあまあ一緒でしょ。で排気量は全部 124cc で、ボアとストロークは両方とも、全機種一緒でした。 57mm の 48.8mm、ってなってました。やっぱりこの辺いじるのはおっかないんじゃないんですかね。バランスがすごくいいし、わざわざおかしくする必要ないっていうふうに考えてるんではないかなと勝手に想像しています。圧縮比は、GN125 の H だけが高い数字になってました。 9.5 対1、残り 2F、3F、3は全部に 9.2 対1ですね。で、馬力も、それに合いまして、馬力が H が11馬力っていうふうになってました。僕の見たところでは 8.2kW を9600回転で、絞り出すと。で、2F なんですが、日本のどっかのページで見た時には11馬力じゃなくて12馬力だかなんだか書いてあったんですけど、現在生産してる5尺の鈴木コーナーの、2F の値によると、これは 3F 屋さんと全く同じで 10.46 馬力、これ変換した値です。 10.46 馬力、7.8kW で、9000回転で 2F の場合はそれを絞り出して、新しい 3F と3は8500回転で、その出力に達するよというふうになってました。だいぶではないですね。ほとんど変わりないと言ってもいいんじゃないでしょうか。 0.5 馬力しか、違わないです。12馬力ある H って多分もうない。多分ユーロ4の規制に合わせた時点で多分ないんじゃないかなと勝手に思ってます。なんで馬力ではあんまり変わりないんじゃないかな。トルクはですね、これ変換してるんでちょっと汚い数字になっちゃってるんですけど、1.02 ですね、約ね、キログラムメートル、10ニュートンパーメートルと、あ、パーじゃないな、10ニュートンメートルを 8600rpm で出すのが H で、2F、それから 3F、そして3、こいつらは全部一緒です。9.2 ニュートンメートルの 0.938、キログラムメートルと。で、こちらは回転数も一緒ですね。7000回転でそれが出るよと。で、これが、次のやつが多分なんですけど、一番、大きな違いだと思います。燃料の供給方式。ご存知の通り、GN125H と 2F はキャブなんですけども、キャブレターなんですけど、3F と3はスマート EFI、フューエルインジェクション、FI だと。いうふうに書いてあります、ページに。なのでとうとう GN も、次からは、フュエルインジェクションになるよと、 FI のバイクになるよと、あの姿のくせに、すごいですね、時代の流れというのを感じますね。感じますね。多分なんですけど燃費情報なかったんですよ。燃費がすごくさらに良くなっちゃって、それで燃料タンクが削られて 8.5 リットルになってるのかななんて、ちょっと感じました。多分これですね。これが一番大きな違いなんだと思います。とうとうフュエルインジェクションになったよと。で、変速方式、エンジンの始動方式などは、従来通りと言っていいんじゃないでしょうか。変速方式は5速リターン同じですね。でエンジンの始動方式は H だけは、セルフスターターセル式になってます。だけど、まあ、2F、3F、それから3は全部、セルとそれからキックが併用になってるよと。で点火方式は、どれも変わらず誘導放電式というふうになってました。H だけはトランジスタって言葉をどうにかこうにか見つけました、英語で。2F、3F、3は分かんないです。CDI なんですか？知らないです。コメントで、いただければとっても嬉しく思います。フロントとリアのブレーキも変わりないですね。フロントがディスク、後輪がドラムと。で、タイヤのサイズは、全部 2.75、フロントが 2.75 の18インチ、リアタイヤが 3.5 の、16インチとなってます。アイルランドを
の、公式ページもう全く信用ならないですね。はっきり言って信用ならないと思うんですけど、なぜか、9090の19インチなフロントでおかしいでしょ。 なぜインチが増えるっていう、なぜインチが増えるんだっていう、で後輪が100の80の18インチっていう風にでかいよ。2インチも開けちゃまずいよ。でもなんかね、入りそうな気するんですよね。はっきり言って入るような気がする、見てる限りは。ただ、あらかじめついてた、タイヤは、僕が買った時についてたタイヤはちゃんと、18インチと16インチでした。決して19インチと18インチではありませんでした。排ガス規制、これはですね、2F については記述がありませんでした。公式ホームページの方に。多分なんですけど、昔ながらというか、対応していたとしても、まあ、わざわざ書いてないっていう感じなんじゃないかな。GN125H、これはですね、多分というかほぼ確実にユーロ4規制に適合していると思います。現在売ってるものは。というのは、私の車検証に書いてある、アイルランドの、車検証に書いてある、登録のため、登録の、コードみたいなのがあるんですよ。番号みたいなやつが。そこにユーロ4っていう、E4 っていう規制、記述があって、こうおそらくユーロ4に規制に適合してんじゃないかなというふうに考えてます。なので一応ユーロ4と書いておきました。で 3F と3は国に4って書いてありました。これ多分中国のあれですよね。中国の規制ですよね。で確か中国の規制ってユーロ規制と同じのはずですよね。ものすっごい怪しいですか。わかんない。僕の能力ではわかんない。でも多分なんですけど、この国4が、ユーロ4規制相当に当たるんではないかなと、いうふうに考えています。まとめますと、新しい、GN125 の 3F、それからおそらくは H の並びになるんじゃないかっていう GN125 の3、この2つはまずスズキのバイクとしてじゃなくて豪爵のバイクとして出すよと。でちょこっとでかくなってるよと。でちょこっと重くなってるよと。タンクはちょっとちっちゃくなったよと。で馬力はあんまり変わんないよと。燃料の供給方式はフュエルインジェクションになるよと。まあ、これでかいですね。でギアは一緒だよ、始動方式も一緒だよ、おそらく点火方式も一緒だよ、ブレーキも一緒だよ、タイヤも一緒だよ、ユーロ規制になったよということで、そんな感じではないかというふうに、思います。ちょっと長くなっちゃいましたけどね。もっと要点だけかいつまめばいいんですけど、原稿も何も用意せずにいきなり喋っていいますので、もう何も見ないで喋ってるような感じなんで、データだけね、この表だけ僕見てますけど、それだけなんで本当にもうごめんなさい。長々となって申し訳ありませんでした。ということで、S さん本当に情報提供ありがとうございました。僕は興味あるんで、とても興味深く、見ることができました。ありがとうございます。願わくば、この情報共有が皆さんの、好奇心を満たすのに、役立って、さらにこれからね購入しようと思ってらっしゃる方々とかには役に立つ情報になるといいなというふうに思っております。お疲れ様です。ありがとうございました。We'll be right back.